ゆうです。やってきました。パズドラのお時間です。お久しぶりです。今日お誕生日の方、おめでとうございます。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。お先に置いたらね。お久しぶりの無課金サバカ、柴山丸でございます。はい。なんかね、最近口の中乾燥してて、今ちょっと待って、お茶飲もう。はい。ちょっとね、めちゃくちゃね、ちょっと、先週の頭から結構予定が詰まってて、はい、それでね、土曜日しか生放送できなかったんですよね。ドボーって滑舌どうした、ほんま。土曜日しか滑舌ちゃう、土曜日しかあの生放送、あの時間しかもうやってる時間なかったんですよね、パズドラ。それでお久しぶりになってしまいました。はい。でね、今日からね、はい、来てます。はい、超重力ドラゴンラッシュ、はい、こちらニューマークついております。だってまだ12時52分だもん、はい、52分しか経ってないもん、はい、これをね、やっていきたいんですけど、竜の称号を取りに、はい、でクリア報酬でアグリゲートをね、使うと魔法石5個をいただけるみたいで、まあ、これに関してはもう僕も触れないんで、はい、触れないんですけど、はい。で僕アグリゲート1体しか持ってないんですよね、このアカウント。でしかもモンスターが交換でも交換できないんですよ。結構無課金やとね、偏ってね、こんなこと起こるんで、はい、そしたらね、アグリゲート1体編成でちょっと竜の称号、竜やんね、竜の称号をゲットしに行きたいと思うんで、それではパーティーご紹介します。はい、パティこんな感じでなっております。はい、アグリゲート一体編成ですね。はい、一体しか持ってないんで、疑似ループみたいな感じですね。はい、それではご紹介しましょう。リーダーのアグリゲートにスキルチェーン2つ、リーダー全体性で、ライフプライドが白髪のフェスゲンのなんかイケメンのこと方ですね。はい、一応ね、変身後が、まあ、光お邪魔毒の同時攻撃で 80% 軽減、攻撃力50倍、ゴンモカさん固定500万ダメージ、毒ダメージを無効化となっております。であれですね、この変身時になんか上限解放ついたんですね、お茶で。はい、でこちらカンナ、もうほんまね、中学生はクエスチョン持ってるでしょう。はい、これね、聴覚性セレクションすぎて玉ドラもプラスもないんですよ。で、アセス洗剤が上限解放スキッチの2つ、よりいちゼロ式武器ですね、こちら。はい、でこちらももうクエスチョンマークになってます、はい、中学生。で上限解放にスケジュール2つで、食用貯蔵庫、ザキ武器ですね。はい、でこちらがアマテラスですね、アマテラスドラゴンに、聴覚性浮遊、上限解放ブライトシールド、ローランド3武器ですね。はい、でこちらが時の魔術師ですね、これもね、聴覚性スキブにしたらいいもののプラスもないです。はい、でアシスト無効洗剤が多分来ると思うんで、アシスト無効にでスケジュール2つ、恋の呼吸してます、恋の呼吸してる時の魔術師ですね。はい、過去の恋愛に引きずられてますね。はい、でこちらが、フレンドさんのアグリゲートにスケジュール2つ、回復強化2つに、これが精霊のなんかトランペットの武器ですね。はい、つけております。でバチャ HP プラスです。はい、ちょっとね、もうアグリゲートのループの仕方間違えて、はい、ちょっと負けちゃいました。はい、それでは気を取り直して最高よしよし。お、これってね、煙の色で出てくる敵が違うってこと？さっきと違うんやけど。オッケー。で、まずアグリゲートオンにします。で、アグリゲートオンします。で、恋の呼吸したタイムマジックですね。はい、これ。で、ブライトシールドじゃなくて、アマテラス使いまして。で、食料貯蔵庫使っちゃいます。オッケー。これ多分ね、恋の呼吸はね、カンナにつけるべきやったと思ってます。まあでももうめんどくさいんで、はい、このままいっちゃいます。そう、ここはね別に威嚇通るんで、はい、1コンボだけで OK んで、どっちでもいいんですけど、アグリゲートでタイムマジックでアグリゲート仕上げて OKOKOKで、ここから、また1コンボ仕上げて、OK! これで、アグリゲート使えるんで、はい。OK! これで、これね、吸収がね、出てくる場合があるんですよね。
そこでちょっと僕ぐだっちゃったんで、であれなんですけど、もう帰りゃいいものの、もうオープニングとか撮り直すのめんどくさいんで、それ大人の事情です。はい、ただ番組。OK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 
闇はタイムマジックおるやん。待て、これが光ね。はい、でお邪魔お邪魔お邪魔、はい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 、オッケーオッケー、とりあえずこれだけでいけるんちゃうかな。オッケーオッケー、で毒も降ってくるし、ねえねえ、オッケー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 、でカンナがもうちょっと変えてこへんかな。オッケー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 、んでこれあれですね、ちょっと待って、念のためにアマテラス貼っておきましょうか。はい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 、これもうちょっと待って、これ無理、確かね、こいつあれちゃった、そうやね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 、そうやと思ってたよ、だからあんま無理しなかったんですよ、一応アマテラス貼ったけど、ひよってなんかのクエストでやったんですよね、これこいつと、うん、結構一旦猶予食えるんで、よし、オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、オッケー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 、よし、はいはい、オッケー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 、でアグリゲート使いまして、盾もないんでオッケーと、よし、まさに今、まあ、ちょっとマイクいじっちゃいましたね、マイクポーンって言っちゃいましたね、すいません、編集でなんとかする気力があったらしておきます。オッケー、はいはい、よいしょ、この次かな、九州向こう来るかもしれんの、そうですね、で暗闇も大丈夫、 OK で、より1ゼロ式使いまして、でここ怖いんで、あと2ターンか、2ターンやろ、まあまあ怖くないか別に、76やし、いや76怖いんよ、76怖いんよ、僕ランダムね、結局ね、76のせいにします、僕取れなかった竜、はいはい、よし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 、ほんまにね、口の中やけどしてまして、これ言いましたっけ、このテイク3で、テイク2か、よしよし、でな、めちゃくちゃ滑舌悪いんですよね今で、吐き持ちね、吐き持ちね、歯を押しときの吐きかな、でこれ上は別に大丈夫と、今たまたまなんですけどねよしよし、であと1ターンなんで、もうこの属性やったらタイムマジックで使って、時のマジック使ってあげて、で、アグリゲートオンにしてあげて、はい、 OK、 はいはい、よし、はい、 OK、 よし、これ絶対冬やったらいけてたやつですね。オッケー、よし。あ、全然削れてるわ、半分以上。あ、峠か。はいはい。邪王演殺黒竜派。で、アグリゲートオンして、で、こっからね、ちょっとカンナ使ってあげて、はい。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。はいはいはい。めっちゃ触ってるけどね。はい。多分大丈夫でしょう。はい、 OK、 よし、 OK、 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 よし、 OK、 はい、ボス、 OK、 ギガンティックボディ、これもランダム、もしかしてアンチウイルス、
ちょっと待って待って、エナジーカーム動かんか。 90% 減やったらさ、別にさいけるんかな、これどうなんやろ。ちょっととりあえずね、これを組まんと話になんないんで、一旦ね、一旦これでいきましょうか。よし、いやめっちゃゴンゴン言うとるな、言うとるのって口悪いな、相変わらず僕はお口が悪いな。オッケーオッケー、はい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 、でこれとこれでこれでこれで、はい、オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、オッケー、はいはい、次は、あ、お邪魔も毒も作ってくれる。オッケー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 。なんか疑似ね、この、時の魔術師にね、より一で常識使ってたらね、もう、とっくにね、倒してるんですけどね。まあ、もうそこはめんどくさかったということで。よしよし、オッケー。オッケーオッケーオッケー。で、タイムマジック使いまして、ゴゴゴゴゴゴ。怖いなぁ。アマーテラス使っときましょうか。で、タイムマジック。OK。で、ここから、アウリエとオンして、はい。はいはい。五感ね。五感、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 五感。はい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 。OK。よし。OK。はい、よし。ああ、よかった。無言パンチやったんや。普通にそこは。はいはい。んで、はい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 。よし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 。これ、カンナがね、無効貫通やったらよかったんね、小学生。オッケー。で、口を開いたは大丈夫と。で、カンナ使いまして、最後。で、これアグリゲーター上がってくるんで、これで、よしよし。絶妙に、あれやね、難しいね。で、時の魔術師をね、入れてあげることによってね、指も伸びてるんで、そのリカバリーも効いてるっていうね。それ言うの忘れた。それがこの編成のいいところなんですけどね。はい。これで、竜の保証後、お疲れ生です。オッケー、危ねえ。危ねえ。無事にクリアできました。オッケー、オッケー、オッケー。経験ストック。ああ、獲得コインか。おお、そんなもらえんのね。はい。はい、それでは報酬見ていきましょう。クリア称号報酬竜とクリア目的1個、はい、ゲットでございます。ちょっと称号見てみましょうか。おお、竜かっこいい。竜を自陣アグリゲート1体でクリアということで、今回はこれにてお開きにしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。もしこの動画が良かったよっていう方、チャンネル登録高評価してくださると嬉しいです。これでね、宝石ゲットできたんか。はいはい、まあまあまあ、アグリゲートこんな感じの適当な編成でもクリアできるんで、まあ諦めずにね、アグリゲート一体お持ちの方はね、即交換せずにね、普段使いしないなら、はい、交換せずにこんな感じでね、ちょっと意思回収してもいいんじゃないでしょうか。それでは、今回のお相手は私でした。はい、それではね、バイバイ。